監督の古川監督です。本当にまず最初に何回もサポーターの方には感謝の気持ちを伝えたいです。本当にいろんなことがあった1年間ですが、選手がここまで頑張れたのも本当にサポーターの方の毎回熱い応援というか、それが本当に力になりました。僕の J1 昇格は今季残念ながら勝ち取ることはできませんでしたけど、今季はもう本当に悔しさというのを来季に生かして、来年この席で、J1 昇格の報告を全員でいきたいと思いますので、来年も引き続き報告を受けて、あとチームを助けていただいた他の方、全ての方に感謝と、で来年本当に